おい待ってマジで待って、俺死んだら2回目だからこれ、中野ちゃん、これ俺2回目だからマジでやばいって。はい、チーズ。ピースゲースさんまで死んじゃダメだってあーマジで、あんなことできんだね。でも本当にね、やってみたかったんで、なんかできてびっくりしましたね。いやすごいね。ズズはちなみに、そうだったな。ズズはちなみに、興味ある。興味あったじゃん。リアクションしたやんけ、ちゃんと。次は勝ちましょうね、みんな。うん、いや、次はちゃんとやります。はい、ちゃんとや、ちょっとちゃんとやります。ふて、ちょっとちゃんとやりますね。ふて9個ぐらい罠作ったって聞いたけど、本当？あ、そう、トラバサミを、あの、そう、船の前に、ちなみに、仕掛けてあるトラバサミ殴れば消えますからね。うん。おすりカード。うわっ、そう、同じカード3枚するんだよね。3つ。ギリギリ通れるかなと思って引っかかって、うん。なったな。アホやな。三つ女やった。よし、働くぞ。かわいい、俺のキャラ。かわいい。楽しみだね。楽しみだね。パイパイポ。楽しみだね。楽しみだね。楽しみ。楽しみだな。うん。楽しみだね。そうね。ちゃんと聞こえたけど。楽しみだね。大丈夫か。いろ。しっかりいろよ。ミサトランが罠に引っかかってると誰がやったんだよ。ネロしかいね。ネロしかいね。ネロしかいね。いろ。しっかりいろ。しっかりいろ。入れろ早くお前ら。何やってんだよ。あ、俺。船長頼んでいいか。アヘンチンキー、アヘンチンキー入れてもいいですか。こういう行為に関して誰も突っ込まないんですね。誰も言わない。誰も何も言わない。よし、行くぞ。お願いしまーす。この船をゲンさんに任せるにはまだ早かったんだ。ねえ、おりゃー、ありがとう。優しい。何見てんだよ。オスだよ。オランダシー。オスだよ。見たか、これは見たよ、ダンちゃん。これは見たよ。もうこの辺の骨は、アイドルの足をつまみにすな。おい、つまみとか言うな、お前。つまみってなんだよ、ちなみって。ミサトランさん、すいませんでした、本当に。あ、知ってたんだ。ミサトラン、ミサトランの妹です。この度は誠に申し訳ございません。おい、それ妹なんだよ。それ大丈夫なんだよ。そんなゴリゴリ声ってやばいだろ。まあ悪口だよ、それは本当に。ランちゃん、何で顔見たの？見てません。え、見てたよ、今。俺の顔見てたよ、今。見てないし。見てないし。何？いや、見てたじゃん、今。で、なんだよ、なんだよ。あ、また、まただもん。ね、見てたでしょ、俺の顔ねえねえ。見てないし、別に何？ただもん。ランちゃんの顔って見てないから、別に。なんだよ、今日。ただ。見てたじゃねえかよ。何？自意識過剰じゃない、本当に。え、僕、見てたもん。見てたもん。そんな、太っちょの顔見ないじゃん。誰を太っちょなんだよ。やめろ。するか。変な顔。変な顔が。喧嘩してんな、常に。からの。ああ、ゲンさん、初エースおめでとうございます。初エースになった。これある、待って。なんだ、これ。待って、これある。これある、後ろに手出すな、バカ野郎。変えられそうや。やっぱ好きじゃん。やっぱ好きじゃん。できるって、これ、できたし。何？やっぱ、でも、ミサトラ大丈夫か？壊れちゃったの？普通にうちら、うち一人でできたし、何？せっかく助けてやったのによ。やっぱ好きじゃん。はい。全然別に、頼んでなんかないんだから。お手を守る効果が押されても助けてやんねえからな。いいよ、別に助けなくて結構です。何なんだよ、いったおい。うっと。ナルコさん、剣あげるよ。落としといた、足元。あ、剣欲しい、ありがとう。何を？なんでついてくんだよ、なんでついてきてんだよ。こっちが持ってきてなんだよ、バカ野郎。なんでついてくんじゃねえよ、俺んとこ。なんだよ。なんだよ、お前。なんだよ。いいなぁ、もう一生見てたい。長くね、長くね。一生見てたい、ほんとに。うん。なんだよ。いいなぁ。微笑ましいな。あ、弾薬あれば欲しいです、弾薬あれば。これがやっぱ、アペック。欲しい。欲しいのがあるの。いい？アペックってすんの、これ。
ありがとう。もう一個あります。特別だからね、別に好きとかじゃないんだから。あ、そこもやってんだ、なんかそういうの。どれ、どれ持ったらいいの。あら、狼死滅したこれ。あら、あれ狼いないことあんのこれ。あれおかしくね。もう、もうやったんか。食料難になるだろうからね、詰めとこうか。あー、言うて、4、7、シチュー作れるぐらいにしとかないと、多分ズズ一人に任せるかわいそうだからな。さっきもそうだけど、多分一人で借り切るのクソ大変なんだよね。いいね、君。ルオナになっちゃう。まあ、拡張はええかな。どうしよっかな。一回捨ててっか。売るのが大事だよなと。これででも5分のシチューはあるから、ここで帰りましょう。剣があったらいいな。剣剣よし。あ、脇遅、脇遅いのこれ。あ、危な、あ、これ死んじゃう？これ竹俺だったら死んじゃう。死んだ。大丈夫か？どっちだ？エロちゃんどこ？あ、死んで。どう、誰がこんなとこ話しかけたのバカ野郎。大丈夫か？やばい。あ、これ死んだわ。大丈夫か？いけよ、いけよ。いやもうネタでやったのかガチなんかわからん。痛い。撃て。任せろ、みんな助けに来てくれ。かっこいいよプテ君。このままじゃネロちゃんが、どうした、どうした、ネロちゃんが死んじゃうんだよ。これ届かないよ、寄せる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 、届かない届かない、プテ死んじゃう、それえプテそれ届かない、ポチャっちゃダメなんだよ。待って待って、死ぬ、ボケも死ぬんだよ、ボケも死ぬ、ボケも死ぬ、なんでだよ。どうしようね。何やってんの。いや俺が悪い、マイバット、マイバット。鍵ない、抱えながら、鍵ない、鍵、水入ると死ぬんだ、鍵ない。そうなのよ。こっち、こっちにの誰、プテです。これプテ、中野っちに殺されました。中野っちにいるの。あ、僕です、僕、ネロです、ネロ。どっちが先、どっち、中野っちが殺しました。俺鍵持ってるんで拾ってきますわ。じゃあプテさん一応助けますね。あ、いや、プテはいいやつですよ。誰が白か黒か分からんけど、あ、そうそうそう、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に僕は傀儡召喚食らってたんで。はい、いや、そうだよ、ネロちゃん食らってた。ネロちゃん、ありがとうね、プテ、ごめんね。いいよ、いいんだよ。マジか。僕は中野っちを呪い殺すまではこの船降りない。なんでだよ。あ、どうしたっけ、左か。開けなきゃいけないんだ、開けねえよ。体力大丈夫なのか。ちょっと今、あれ、同性拒否出ちゃうの。今日で最後の付き合いだ、祭りだ、今日は。今日は祭りじゃい。お前が出てけ、お前が出てけ。あれ、どうだろう。え、皆さんいます。いやー、もう狼が。え、石炭ってどうしました、私が渡した。石炭2個だけ使って進めたけど。いやー、これ拾えっかな。あ、もう進めてよくないですか。進めよう、進めよう、入れてもらって。早くくれ、早くくれ、後にしてくれ、そうやりとり。何、また喧嘩。男子たちまた喧嘩、これ。また喧嘩してんの。ご飯作るよ、じゃあ俺が。ご飯作るよ、じゃあ。待って、あ、ご飯作ってんの。あ、作ってんのか。鍵なくなった。作ったよ、鍵なくなった。最悪や。
ああ、食べていいよ。食べ、別にいいけど食べて。どう？え、私が作った方が美味しいわ、これ。ああ、じゃあ、別にお前作ればいい。別にお前作ればいい。はい、置いとくね、ここ。じゃあ、私が料理作ってあげるよ、じゃあ。大丈夫。じゃあ、ミサトロン、これ、お願いね。言いたいとか言ってるやつ、別に。リアルなんだよ。もう一個、もう一個シチュー作ってるから、ね、あれ肉焼いたもしかして。一生やるやんけ、こいつら。ああ、ミサさん、ミサさん、やばい。ああ、大丈夫、大丈夫。ダメ、ダメ、ダメ。怪我はちょうだい、誰か一つ。怪我はね、あると思う。あの、真ん中の島にね、狼の下死ぬほどあるから、それ拾えば出てくるよ。ああ、オッケーオッケー。じゃあ行こうか。見てて、俺はラブコメノなんだ。見てたいけど、素材を取りに行かないと終わってしまう、このゲームが。何？ずっと撃たないのに。死体から武器取った？取ってないよ。僕の死体は何も入ってなかったんだけど。いやそれは分かんない俺は。やっぱ中野っちだこれ。中野。中野。中野おい。中野っちがやったんだろこれ。と言いつつ七子さんが全部バチってるでしょこれ。七子さんが全部プテの死体バチってるでしょ。バチってないよ俺は。俺真面目にやってる。真面目にやってる。血は喧嘩に巻き込まれたんです。真面目にやんないともうゲームにならないかと思ってそうなんだよな。実際そうなんだよ。だって本当はミサトランドずっとやりとりずっと見たいのに。いやマジでそう、マジでそう。あ、じゃあ石炭上のやつ取ってくるか。いいでしょ。石炭さん左の崖登って取ってくるわ俺。はーい。はい。お願いします。現石炭2つ持ってきたんで入れまーす。あ、じゃあ現さん俺の2つも、俺の2つも、俺の2つの子も愛してくれませんかこの。愛してくれ。もうねるちゃん入れます？入れていいと思いますよ。はい。あ、じゃあ上から入れちゃおうかな。はーい。はい。ちょっと進めてもらってもいいですか。すみません、僕ちょっとお腹が空いて死にそうなんで一回ちょっと今ね多分シチュー作ってるはず。あ、できてないかな。あ、できてる、できてる。ミサトラシチューできてるよ。私のシチューではありません。お前のってことにしといてやるから。ズレさん、ズレさんいますか。これ作ったよ。何を。これで作れるわ。何これ長野知恵。何？傀儡召喚しないでね。お願いね。俺じゃねえわ、だから。頼むよ。大丈夫、俺じゃねえ。信用してるからね。信用してるからね。うん。本当だからね。うん、本当に俺じゃない。おい！おい！てめえ！てめえ！おい、待て待て待て！もう最悪、マジで！マジで最悪なんだけどこいつ死んだやん。いやちょっと死にたくない、死にたくない。俺死んだら船が進まないから許して。あの言わないから、お前が帰らないってこと言わないから許して。あ、これ死ぬ。やばい。お前が帰らないってこと言わないから絶対。船が進まねえんだよ俺が死んだら。ダメだって、俺死んだらマジで。長野ち本当にお願い、黙っといてあげるから。長野ち、俺が死んだらもうマジで進まねえんだよ。助けてよ長野ち、お願い、絶対言わないから。あれ振りじゃねえし。長野ちゃん、ほんと勘弁して。ほんとに許して。船の位置、やばいって。もう、無理やって。おい、待って、マジで待って、俺死んだら2回目だから、これ。長野ちゃん、これ俺2回目だから、マジでやばいって。ね、せめてじゃあ、この石炭持って帰って、もう、船進まないと、ほんとに、主催としてやっていけなくなっちゃう、俺、この船。頼む、ほんとに。2回目だから、言わないから、頼む。ちょっと、ほんとに俺、言わないから。でも、泳いでいけないよな、多分。届かないと思うんだよな、これ。
俺2回目だネロちゃんダウンしてる、みんなネロちゃんダウンしてる、助けて、誰か助けてネロちゃんダウンしてる、2回目なんだよこれ2回目だから早い段階でもう2回目だからこの人誰か死んだ別の人助けて届く届くそれネロちゃんがダウンしてた届くこれネロちゃんが死にそう2回目だからこれはこれ、ズンさん、ユンさん、助けめ早く早く、ありがとう、はい、ここに、ここに、ここに、こっちあ、助かった、何死んだっか、何死に、傀儡召喚、スープ作ったらあげるって言われたから飲んだら、うん、僕入っててすぐ死んでる。でも私飲んだけどまだ運ばないけど1個だけに毒入れて多分それを渡したんじゃない最悪他無事だもんだって、いや俺も飲んだもんだって、ネロちゃん白装備して俺を、中野っちは石炭を4つ持ってきてくれて俺に託してくれたんだけど俺が高いとこから落ちて死にましただからまずいって言ってたのか、ズーさんは絶対に銃、絶対に銃を撃ったりはしてません。あ、これ誰か進めてくんね、俺寒くて死にそうだから大丈夫で、追加するなら誰か進めて、あ、オッケーオッケー任せろ、で前をちょっと誰か前見てあげて、何も見えねえこれやーべ、前見てあげて、何も見えねえや、ミサトラどこ行ったあいつ、なんとかなるよな、でもこれ多分、あーやべやべやべ、これ大丈夫か、ちょっと待ってこの間でも進めてください、あ、まっすぐで大丈夫ですか、はい、あ、これしまずいな、大丈夫です、なんもない、いた、あーん、大丈夫だ、もう俺死んじゃうって、戻ったよ、もうちょい進めよう右で、うん、もうね船が壊れすぎてね10キロぐらいしか進まない、船壊れてんの、船壊れてる、壊れてる、船直った、サトラン、どこ行った、誰が黒なの、ミサトランが毒を入れたらしい、あのネロなあ、それで死んじゃったの、誰か、ズズは死んでる、なあ、殺す、もう、ズズさんどこ、ズズさんどこ、ここ上、え、吐いてるの、吐いてる、吐いてる、あ、もう一回死んだ、一回死にました、一回死んじゃった、偉大だ、え、え、なんだね、ランちゃん、偉大だ、あー、死んで、いや、そうだよな、俺に毒のプラントが出やがって、どっちランだ、どっちランちゃんだった、あのチラちゃんね、やっぱ中野っちそうだよな、うん、どっちかワンダン取ったんだけどランちゃんに殺された、どこだよ、どこだ、なるほど、どこだ、おい行くぞ、ズズあそこだ、行くぞ、行くぞ、ズズ、おい船を、船を直してくれ、先に二人と俺さ好きだったんだ、あいつのことついてこい、行くぞ、ズズ行くぞ、やっぱ、やっぱ選ぶは優勝だ、どうだ、どうだ、ラオさんどこ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 にいる、やっぱ好きだったんだね、ワークベンチ、あの先頭、あの船の前、船の前、オッケー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 、ラオさんどこで死んだの、あと1箇所かな、木がないよ、木あるよ、クマ気をつけて、クマ気をつけて、あと1箇所ね、やんの、次回ります、おい右上だよ、おい右上だ、橋だけ教えてください、次の場所教えてくれ、次の場所ここだよ、あ、ポーカーの部屋だ、ポーカーの部屋、あ、石炭取ってくるね、今直った直った、ナイス、一生ハードモードやこれ、ここが進めるぞ、ズズがいなくなったからご飯の調達をします、はい、ちなみに皮欲しい人いますか、いないねあいつらもう命ないだろ、あそこ二人絶対死ぬだろ、進めるでー、あー頼んだ、あー面白い、これがいいよだ、やっぱ、はい、石炭は大丈夫そうだな、えなんでだよなんで襲われんだよ何があったら襲われんだよ、クマにどうしちゃったの、ほんとああ抜かれてる、もうないのかな、ないね、
回復しねえと。ほら。なんだよね。お前か。はあだわな。あれもか。あいつだよな。死んじゃった誰か誰か死んじゃったもう人肉シチューでもいいな。やばいねこれ、アヘリで死んじゃう。食べちゃうか。アヘリで死んだら元も子もねえかな。筋肉シチュー作っ、ちょっと待って、クマいねえわ。マジやん。嘘でしょ、クマ。絶対クマにしばかれてんじゃん。多いっすよね。もう終わりだよ。ズズなら死んでるっしょ、これ。ドラマを生みすぎないよ。ゲンさん、お腹大丈夫？あ、大丈夫です。今。オッケーです。これであとあと肉1個あればな。私も余裕出てきたけど、なんか別の展開で面白い。石炭は多分足りるんで。はいはい、石炭は大丈夫だか。みんないるか。ネロ、ネロいる。何、ネロと誰だ。ゲンさん、ゲンいます。あのね、七個とズズが格殺入ってて、もう4人しか生きてないから。ちなみに、トーテム一本も立ってません。トーテム一本も立ってないの？これクマどこにいんだよ。やべ、クマ真後ろにいんじゃねえか。終わったよ、これ。クマね。痛い痛い。やべやべ、なんでここにいんだよ。地獄かばあ。すげえ濡れてる。あぶねえ。いや、クマ、何やってんだよ。クマにぶん殴られた。船を。クマにぶん殴られたんだって。船を壊すんじゃないよ、船を。もうやだよ。トーテム一本も立ってないんで、俺幽霊歩きできないっす。え、どこにいんの？あ、中野死んでんのか。死んでます。ああ、助けて。なんで名屋さんが牢屋に入った、自ら。どういう心理を。大丈夫、メアさん。出た。傀儡来た。おい、煽ってんな、おい。傀儡を煽ってんな。出ないんか。ほら。マジ見ろ、これ、お前。これ、やべえぞ、これ。飛んじまうぞ、お前。飛ぶんだよ、それで。飛んじまうぞ、お前、これ。どうせ回復するんだ、それで。お前、撃ったら飛んじまうよ、お前。やめんかい、レレレすんな、それで。弓構えてレレレすんな、お前。やばいよ、もう。さすがです、ね。あれ、ネロちゃんできてんの？生きてるよ。クマに、クマで耐えたんだ、クマ。いや、マジでやばかった、今。とりあえず、釘とあの木は置いとくから、みんな。早く、トーテム食べてくれ。俺も木置いとくない。トーテム食べてくれ。寒いんで火つけますね。イサドラン、今一応こ、こ、うん。あ、ありがとうございます。おい、ミサドラン、ミサドラン、トーテム食べてくれ。まっすぐでいいよ。あ、やっと出れるわ。あ、じゃあな。はい、お邪魔しました。うん、元気でな。教えてやってくれ、トーテムの立て方。うん、行ってくる行ってくる。うん、頑張ってな。え、なんかあの崖にいるの誰、あれ死体だったりしません？いや、動いてる動いてる。あ、じゃあミサトなんだよ、確実に。確実にミサトなんだよ。大丈夫か。大丈夫じゃなくていい。大丈夫じゃなくていいだろ、もう。あ、そういうこと。これごめん、人肉しちゃうだけどあげるね。あざーす。はい、でも落とした。あざーす。落としとくよ。あざーす。皆さん、はいよ。皆さん何個必要？もう一個必要だったらあと4つある。シチュー2個だけ置いといてくれれば、取っといてくれれば、ちょっと物資だけ集めて帰る。よいしょ。じゃあ皆さん置くよ。あ、ありがとう。いや、俺は石炭が足りないから、ちょっと石炭取ってくるわね。そうだね、石炭取った方がいいね。今これ何日目ですかね。3日目ちゃうかな。次の朝で多分暴風かな。いや、まだいいね、次の次。あ、そんなに進んで。あ、じゃあ結構今回は意識高かった。いや、低いだろ。どう考えても。恋愛してる時点で低いんだわ。
北より一日長いから。これ近接ねえから近接。あれ銃持ってるよこれ。ちょっともうじゃあ東大のぐらいところまで行って石炭取るぐらいの勢いかなこれは。うん。石炭今一応2個です。はい。私も樽あるんでちょっと見つけ次第拾います。あ、源さんここのやつ拾いますこっち。あ、そっちでもいいや全然。あ、そっかもうこの後結局あの。ウーバーイーツ状態になるのか。そうです。だからいいと思います。一回帰ります。液体入れて進めちゃいますわ。ウーバーイーツ状態って何？あれ作れたから液体結構消耗されたな。メイヤーさんって死んだ？ああ、生きてるよ。一回も死んでない？死んでない。あ、オッケー。たださ、銃あげるわ中野ちの。今拾ってきた。あげるね。これ修理してないやつだけど、うん、なんかね1個ね弾ここに1個入ってあったわ。はい、弾置いとくね廊下に。ありがとう。どこだ？廊下に置いてある、木がいっぱい置いてあるところの。ありがとう。よし、終わった後開けたら進めます。オッケー。えぐいって本当にやってること。釘20個作ったから、ああまあ修理は多分もう大丈夫だと思う。武器庫開けなくていいか。じゃあホワイトアウトの間だけローラーしとくね。オッケー。俺長野地のさ真横でさ、うん、さっきね、うん、ワンダウンした時にあの、うん、絶対外来召喚撃たないでねって言って2秒後に撃たれた。振り、うん、だろとか言われて。あ、来た。マジでおもろかったわ。やるな。でも俺が死んだら船が進まねえんだっつったら助けてくれた。あいつはやっぱいいあいつはやっぱいいやつなんだよ。エンタメ分かってんな。うん。配線行っていろいろ遊ぶわ。配線に寄せた止め方しとくわ。いやーおもろマジで。いやおもろいわ。もうあそこのアベック絶対ミサトなんだろう。これ傀儡にゴリゴリ攻撃してたんだねじゃあさっき。ミサトラー。あれ誰だ？ゲンさんか？あ、ゲンプテメヤがいるよ、今上に。ああ、なんだ。はい。ってことは、もう船に誰もいないじゃん。誰もいない。いや、俺、出てきちゃったよ。じゃあ、戻りまーす。石炭あんだったらもらうわ。石炭ある。うん。上から投げせていいよ。あ、ちょっと待って。降りる。はい。はい。はい。なんか銃撃ってんな。てな大丈夫かな。火星行きます。うん。ズズなら暇だろうな。ごめんな。うがいねばっかりに。あら。あ、死んじゃった。ミッドトランさんと中野さんが2人とも東大にいました。ああ、そうなんですね。ありがとうございました。悲しいな。火星持ってたからまずいな。ああ、まあでも多分石炭は大丈夫。ありますか、ね、うん、今4つあるんで。あ、ありがとう。3ついるかな。とりあえず2つでいいか。死んだ時のためによかった。ああ弓持ってきます。一応いらない。弓2個あるんですか。いや1個しかないですけど、俺船にいるんでどうせ。ああ借りしていいですか。いいっすよ。いいっすよ。はい、とこれ船つけたら渡します。はい、たぶん東大ゲームって言ったかもしれない。はい、おはい、ありがとうございます。あ、ご飯も持ってってください。はい、あ、そうですね、ありがとうございます。あら、クマおるんかね。クマはいると思う。襲われてなければ上の二人が。上の2人がね、押されてる可能性はね、もう十二分にある。上からミサトランぶち抜いてみていいかな。
地味だなこの作業。一応脅威としてね。やめよ。あら。ネオちゃん。はい。え？プテ？ちょっと待ってね。今戻るね。プテにやられたの？あいつニトロ持って俺に突っ込んできやがった。え、なんでプテがやんだよそれ。頭が悪すぎる。あいつはちょっと待ってね。今戻るね。あいつ確信死んでさ。うん。中野っちも多分死んだんだけど。なんかプテが。うん。俺はランちゃんを殺せないだとか言ってニトロ持ちながら俺と中野地に突撃してきて俺も死んだ、うん、あそっか、やっぱ愛なんだ常にここにあるのは。やべえよマジで。ゲンさんが生きてるこれ。わかんねえ、ゲンさんって。ゲンさん一回死んでるわさっき。でも誰これ、あ、これ誰？ミサトランじゃねえかお前。これミサトランだ。これもほっとこ。ミサトまあ反省してんのか。してねえ、してねえ。皆さん飯は、皆さん飯ははい、大丈夫、うん、向こうにあるから。心から反省してんのか。反省してます。前はこの船の男を何人たぶらかした気が済むんだよ。大体お前のこと好きじゃんこの船に乗ってる人。なんだよ、なんだこれ、なんだ。こっちが聞いてえわ、何なんだよ。白状人類でしたね今回は。ああそういうことなんだ。これ群れ歩きもできねえじゃん。うん、だってトーテム一個もないんだもん。じゃないよそんなの、自分で立てなさい。油身を、そこのお兄さん、油身置いといてあげるよ。そこのお兄さん、何、ちょっと私を出してみない。そこのお兄さんイケメンじゃんめっちゃ。あよ、これは出所したらと。いいよこれは。いいよ出してあげようか。出所したらもうこれは出してあげようか。じゃ あ、え、いいんですか。いやです。バカ、こういうこういう用があるよな。そこのお兄さん、私騙されてみない。プリズンブレイクだ。プリズンブレイクしてきな。じゃあ今からプリズンブレイクしてきます。うん、まだいけねえだろうけどよ。ここには解決法がある、必ず。あ、なるほど。これど、これ無理なの。これみんなマイクオフになってた。ん、中野っちは生きてるんですか。死んでるよ。もうミサトランだけだよ多分。お前だけだよ。トーテムを立ててくれれば出れるってことか。いや、たまると思うよ多分そのままほっといても。一応、え、なんか全然出れないんですよ今。あ、じゃあ出してあげようか試しに。え、優しい。みんなでも鍵あと1個しかねえじゃん。どうしようかな。鍵ねえのか。話変わってくんな。2階さんだ。あのおっさん隠しキルされてる。うん、多分あの右クリックですよ。右クリックかなんかで傀儡の出るやつ。左クリックか左クリックで出れるよ。あれですね、今出てたわ。出ました。じゃあな。じゃあな悪女。あり女だあいつ本当に。もう騙された。いや騙されまくってるみんな。だいたい船のやつみんな好きなんだもん。ミサトランのこと困るよ。ちゃんとしてくれよ。おい、真後ろにいるぞ、悪女。悪女？なんかこっち来て。はい。やめて。やめて。じゃあこれ持って、これ持って石のところに立っててください。はい。記念撮影しよう。じゃあ。これ石の上、この石の上一緒に立とうじゃん。なんで。じゃあ、はい、チーズで打ちますね。はい。はい。これは。はい。許しては、ここから入れる保険はありますか？置いて、それ置いていいよ。はい、チーズ。いいよ。そこか。ピースー。はい、イエーゲンさんまで死んじゃダメだって。ゲンさん。あ、死んじゃった。えダメだよゲンさん。ダメ石炭ないから。ダメ。はい、チーズじゃないよ。いやいや、笑ってますけど、もう。いや、もう、絵面を重視してしまった。あ、まあ、確かに。うん、あれ？ゲンさん死んだ？
あー待ってよ、ゲンさん死んじゃダメだって。おい、まともなやついねえよ一人も。終わったわ、まともなやつが一人もいねえわ。助けて、俺一人で帰んのかこれ。俺写真にも写ってねえし、写真にも写ってねえし、みんなが楽しそうにしてるとこ一人で、しこしこ相手も集めただけだし、何のためにこの船乗ってんだ俺。やだよ、クリアしちゃおう。バイオナラー。これいけるよね。あべ、あ足りねえかもしれないこれ。あれ、お足りねえじゃねえか、やばい。メアさんが集めてきた木をここで黙々しよう。もうな、初めてなんだけど船に誰もいねえの。お前寂しいだろ、どうなってんだ、寂しいだろ、誰かいねえの、誰かいない、寂しいんですけど。やだ、俺何のために主催したんでしょうか。寂しいよ、一人で帰りたくないよ、やだよ、やだよ、だ 勝たなくていいよこれなら。幸せ。なんでギリギリなんだよ。いいね、なんだよこれ。素晴らしい試合でした。おい、トーテム、じゃあトーテムとかじゃねえのよもう、いろいろ。いやめっちゃいい試合だった。ズズならこの2人消えるの早すぎだろ。違う違う、あれはあれでドラマがあったのよ。違うのよ。事情だけお伺いしていいですか。事情だけ、事情だけお伺いしていいですか。ズズならこは何があったのか。何があったんですか。2人とももうミサトランにぶっ殺されてたよもう。そうだね。だからミサトランが俺のこと好きだと思っててずっと、で俺が何気なくシチュー作ってあげたら、私も作ってあげるよっつって作ってくれて、で飲んだらもう毒激マズだったの、それが。毒が、ね、毒激マズだったんだ。そうで、それと並行して奈々子さんもミサトランにやれたから二人で復讐しに行くって言ったら二人とも失敗したケース。だけど俺はちゃんとあのクマを呼び出してのちさんにキルは入れたからね、それで。まあね、違います。ナーミの城にクマいたのに俺にマッサージしてた。俺が先に死んだからな。なんで絶対許せねえと思って、一人じゃ勝てないからクマ連れてきてる。俺も許せねえって、利害が一致して。ズズナラコが手を組んだ瞬間だったもんな。いやそうだよ、ね、そうそうそう、許せねえって。2人で一緒に、もう一回死んだら終わりだって。村に向かって勇敢に攻めてたもんな。なんかミサトランがあの喋れる、喋ることのが下手すぎん、ちょっと。じゃあのなんか喋れない喋れないみたいな時なかった、なんか何回か。なんかミュートになっちゃうんじゃない、なんかあの多分、ね、結構簡単にミュート外れちゃう、ね、ミュートになっちゃうから。結構やったりすると。ああ、そうだよ、ね。あれじゃない？うん。え、これあのミュートのやつさ、ボタン切り替えにしてるランさん。あ、はい、あのマウスの右クリック、あ、右じゃあ大丈夫。あれプッシュトークにした方がいいと思うけどね。いや、サイドボタンね。いや、なんか切り替えの方がいいと思うよ。うん。あら、派閥が。ズズ。ちょっとあれなんですよね。ズズ。はい。衝撃の事実を知ってるか。うん。そのシチュー作ったの俺なんだよね。あいつは何もしてねえんだよ。じゃないの？こいつ何もしてねえんだよ。え、私道具作ったんじゃないの？いや違う違う、シチュー作ったの俺だから。え、毒にシチュー作ったのネロちゃん？いや毒にしたのは多分ミサトラ。あ、そうか。あ、だからだって。え、じゃ待って、人のシチューを俺にくれたの？まそうそう。私でも作ったよって言ったら。まずランちゃんのシチューではなかった。そう、まずまずそこは、俺が俺だから。ズズが好きなの。ズズが好きなの。お惣菜食わされたんだから俺。お惣菜食わされた。あのお惣菜に毒入れられて食わされた。いやいやいや最悪や。じゃあ。行きますよ。保険金かけてる妻みたいなことするの。ダメよ。
みんなこれやるみたいな言い方やめて。